生活感1、卵2、幼虫3、妊婦4、成虫、ツツガムシとは、ダニメツツガムシ科のダニの総称。ツツガムシ科に属する、ダニ類は日本では約100種が報告されている。主に東アジア、東南アジアに分布する。成虫は赤色、幼虫はオレンジ色をしている。体長は0.2から0.3ミ、mm、リメートル幼虫は、ノネズミの耳に寄生していることが多い。 幼虫は、脊椎動物寄生性で孵化後、生涯に一度だけ哺乳類などの皮膚に吸着して、組織液、皮膚組織の崩壊物などを吸収する。十分接触して、脱落、脱皮した後の第一若虫、第二若虫及び成虫には、脊椎動物への寄生性はなく、昆虫の卵などを食べる。動物の体液を吸引する際は、酪酸などの低級脂肪酸には反応せずに、 酸化炭素で動物の接近を検知している0.1%から3%の個体が、強来感染によって、ツツガムシ病リケッチアを補給しており、これに吸着されると、ツツガムシ病に感染する。保有するリケッチアの結成型は、種との関連性があることが知られ、縦ツツガムシは川崎、または黒木型、赤ツツガムシは加藤型、太月ツツガムシはカープ、または、 ギリアム型を保有している。日本では感染症法に基づき筒が虫ムシ病の症例を集計している。2009年の症例458件死亡例3件。手紙の冒頭などで上等句として使われたり、消化故郷の一節にある、無事であるという意味の筒がなしが筒が虫ムシがいないという意味から来ているとする説があるが、誤りである。要は、 もともと病のことであり、それがない状態を指す言葉として、筒が、なしという形容詞が生まれたが、その要例は9世紀にはあったことがわかっている。筒が虫も病気を引き起こす虫を意味するが、それが判明したのは19世紀のことであり虫の名前が、筒がなしの語源になったということはない。岩見国に、夜な夜な民家に入り込んでは寝ている住人の行き地を吸う、筒がという虫がいた。 後に、陰陽博士により退治された。ありがとうございます。